どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが7月5日の月曜日なんですけれども、タイガースは明日からオリンピック休み前最後の9連戦ということで、まあ非常に大事な試合が続くわけなんですけれども、昨日の試合終了後、矢野監督が今後ね、打順を少しいじって戦っていくよということを明言しました。なので今回の動画では、矢野監督が現時点でどんな打順構想を考えているのか、そしてその構想に従っていきながら、僕の中で2パターンね、まあこれまで通りの従来のスタメンの中でいじっていく形と、まあ、思い切ってメンバーを入れ替えていきながら戦っていく形、この2つについてね、僕なりにちょっと考えてみましたので、深掘りしていきながらお話ししていきたいなと思います。ということで、早速お話をしていきますけれども、まあ、現状のタイガース、なかなか、ま、打線にならないっていうね、まあ、それぞれいいバッター、状態のいい選手もいるんですけれども、なかなかそれが線にならず、まあ、昨日の試合とかはね、まあ、佐藤選手の5三振もあったり、まあ、全体でも12残塁ですからね、まあ、11安打で3得点ですか、まあ、なかなかね、最後の1本が出ないっていう現状が続いてるわけなんですけれども、まあ、昨日のね、佐藤選手の5三振に関して、矢野監督もコメントを出していますが、三振というのは結果だから、初めから小さくスイングしろとかはない。ただし、チャンスで返すバッティングを身につけていくことが勝たせるバッター、より良いバッターになっていく。ただ現状では仕方ないのかなと、もちろん何とかしてほしいというのもあるっていうコメントを出してるんですけど、まあ、ここはね、僕自身も、まあ、この1年目の佐藤選手に関しては、もちろんね、チャンスでたまにはこうね、コンパクトなスイングで当てに行くじゃないですけれども、まあ、そういったスイングも見せてくれたらなと思う一方でね、まあ、今シーズンの佐藤選手のスタイルっていうのは、これまででずっとね、シーズンの半分やってきたわけですから、まあ、ボール球の見極めもね、もちろん大事になるわけなんですが、まあ、その佐藤選手をカバーするのはやはり前後のバッター、そして打線になってくると思いますからね、まあ、こういった全体のカバーというのも必要になってくると思うんですけれども、まず矢野監督がどんなね、打順を考えているのか、というところなんですが、まあ、なかなかね光が見えてこない大山選手ですけれども、まあ、大山選手に関しては4番降格後ね、まあ、6試合になるわけなんですけれども、まあ、その6試合で打率が1割7分4厘、そして打点が0ということでね、まあ、なかなかこの大山選手で得点というのが出てないわけなんですけれども、矢野監督はコメントを出していて、いろいろコーチとも話をしたけど、ユースケを一つ下げようかなと思ってるということで、まあ、一つ下げるということであれば、まあ、現状大山選手ね、6番外れて、まあ、6番ね、今現状打ってるわけですから、4番を外れてね。なので、まあ、7番というところが一つ可能性になってくるかなというところなんですけれども、まあ、今の大山選手ですね、まあ、このね、成績をまず見ていきたいなと思うんですけれども、ここまでの大山選手、64試合で打率が2割4分9厘で、ホームランが8本37打点で、盗塁が1つ、そして得点圏も1割9分1厘ということで、まあ、この打率、出塁率、得点圏、これすべてセリーグの中でワーストなんですよね。まあ、この中でなかなかね、打率が上がらないというところは、まあ、それぞれね、いろんなバッターいますけれども、やはりこの出塁率ね、出塁率が2割台っていうのが、まあ、セリーグの中で唯一なんですよね。まあ、この理由としては、やっぱりフォアボールの数が少ないというところがね、まあ、大きな理由になってくると思うんですけれども、打率だけで言うと、梅野選手がね、その大山選手に次いで悪い、まあ、2割5分2厘になるわけなんですけれども、大山選手のね、2割4分9厘とはあまり大差はないんですが、梅野選手の出塁率は3割2分あるんですね。なので、打率と比べると、まあ、7分ぐらい高いと。まあ、これはね、やっぱりヒットの数もそうですけれども、やはりフォアボールの数ね。まあ、僕もね、結構野球やってきましたけれども、3打数ノーヒットでも四球ね、フォアボールがあると一つ違うんですよね。ただこれがフォアボールがなくて、まあ、4打孔5打孔になってくると打率もぐんと下がりますし、まあ、精神的にもきますしね、まあ、なかなか状態が上がらないというところなんですが、まあ、大山選手はね、積極的なバッターなんですけれども、その中にフォアボールが一つ二つあると理想ですよね。まあ、その理想系がスワローズの村上選手になってくると思うんですけれどもね。まあ、佐藤選手もフォアボール選んだりっていうところも大事になってくるんですが、まあ、この辺は2年目から身につけてくれればなと。ただ大山選手はね、結構プロでのキャリアっていうのを積み重ねてますから、まあ、こういうところがね、また一つ上がってくれば、大山選手もプロ野球選手としてまたね、一つレベルが上がるんじゃないかなと個人的に思いました。で、まあ、そのね、大山選手が打順は一つ下がるということになって、じゃあその分誰を上げるのかってなってくると、梅野選手なんですね。まあ、梅野選手に関しては逆にね、最近6試合で打率が4割0分9厘ということで、まあ、高校もコメントを出してるんですが、とりあえず火曜日に関しては、龍をちょっと上げようと思ってるっていうことで、まあ、梅野選手はね、7番、8番、回を打つことが多かったですけれども、まあ、おそらくこのコメントからすると、6番に上がるんじゃないかなというところですね。まあ、今の現状の打線というのを考えていくと、まあ、サンズ選手の状態が上がってきて、まあ、その後ろのね、2人っていうのがかなり重要になってくると思うんですね。まあ、おそらく僕の中ではサンズ選手を4番に戻すんじゃないかなと。で、マルテ選手3番という形でね、まあ、1、2、3、4はある程度固定をして戦っていきながら、
まあ、マルテ選手のね、出塁率、まあ、フォアボールで、ランナー貯めた状態でサンズ選手に回したいと。で、そのサンズ選手が状態がいいということであれば、なおさらこの後ろの二人が大事になってくるわけですね。もちろん5番に入る選手もそうなんですけれども、まあ、梅野選手を6番に置くことによって、またある程度、つながりが出るんじゃないかなということでね、まあ、こういう打順を考えてるんじゃないかなというところなんですが、とりあえず矢野監督は現時点で、まあ、大山選手と梅野選手を入れ替えるよというところを明言してます。で、火曜日からはスワローズの3連戦という形になるわけなんですけれどもね、まあ、ちょうど先週の火水木もスワローズと対戦していて、まあ、前回のローテから考えていくと、おそらく田口投手、高梨投手は、まあ、火曜日、水曜日で、で、木曜日が前回は奥川投手だったんですけれども、おそらくここスワレス投手が上がってくるんじゃないかなと思うんですね。まあ、原樹里投手も候補なんですけれども、まあ、おそらく僕の予想とすれば、田口投手、高梨投手、スワレス投手で来るかなと。まあ、特にね、田口投手、高梨投手に関しては先週当たってますから、しっかりと攻略していきたいところなんですけれども、ここからは僕の中でちょっとね、スタメンというのを二通り考えてみましたので、お話をしていきたいなと思います。で、こちらの動画に関しては、工事前にね、撮影をしておりますので、まあ、もしかしたら一軍の入れ替えというのもあるかもしれません。で、もしそこがあればね、またちょっと変化のところは お話をしていければなと思うんですけれども、まず一つ目は、従来のスタメンのパターンですね。まあ、その中でいじっていくということになればこうなるんじゃないかっていうスタメンですけれども、まあ、1番センター近本選手、2番セカンド糸原選手、3番ファーストマルテ選手、4番レフトサンズ選手、5番ライトで佐藤選手、6番キャッチャー梅野選手、7番サード大山選手、8番ショート中野選手ということで、まあ、ここはね、矢野監督がお話をしている大山選手と梅野選手を入れ替えていきながらっていう打順なんですけれども、まあ、こういったメンバーになるんじゃないかなと思いますね。まあ、やはり気になってくるのは、まず佐藤選手ね、5三振で5番でいいのかっていうところなんですけれども、まあ、火曜日はね、おそらくこのまま行くんじゃないかなと思うんですね。で、火曜日に兆しがなければ、またスタメン落ちとか打順の大幅変更もあるかなというところなんですが、まあ、梅野選手をいきなり5番というところはね、ないんじゃないかなということで、まあ、佐藤選手を使うのであればね、まあ、5番になるんじゃないかなと。で、幸い下位打線を考えていくと中野選手のね、状態が上がってきてるっていうのは大きいのかなと。まあ、今までね、やっぱりこう梅野選手が下位でチャンスを作って、まあ、近本選手で返すっていう野球をしてきたんですけど、またね、この中野選手が8番に入って、下位から流れを作れるっていうことができますからね。まあ、今シーズンは僕の中で一つ一貫して持ってる思いとしては、2番に糸原選手、8番中野選手であればね、まあ、ここはうまく回ると。もちろん中野選手の状態も上がってますからね、2番でも全然当てはまるとは思うんですけれども、やっぱり糸原選手を見てると、2番がやっぱりね、こう生き生きしてるというかね、しっかり適任なんじゃないかなということで、まあ、中野選手は2番でも8番でもできるバッターですからね、まあ、しっかり1本で帰ってこれますから、矢野監督のコメントとかを見ていると、おそらく火曜日はこんな感じの打順になるんじゃないかなと。まあ、マルテ選手、サンズ選手がね、逆のパターンというのもあると思いますけれども、おそらく5番は佐藤選手で行くんじゃないかなというところが、一つ目の予想ですね。で、二つ目なんですけれども、まあ、ここもね、一軍の中での変化ではありますが、まあ、例えばね、ヨーカー選手とかが上がってくれば、また変わるかなという感じなんですけれどもね、まあ、先ほど一本目のところで入れ替え予想動画っていうのは出してますんでね、よかったらぜひとも見ていただければなと思うんですが、一軍の中で思い切っていじるということになれば、こんなメンバーになるんじゃないかなと思います。1番センター近本選手、2番セカンド糸原選手、3番ライトでロハス選手、4番ファーストマルテ選手、5番レフトサンズ選手、6番サード佐藤選手、7番キャッチャー梅野選手、8番ショート中野選手ということで、まあまずはちょっと大山選手を外すっていう形になったんですけれどもね。まあおそらく大山選手に関してはこの7番というところがね、一番最後の打順だと思うんですね。まあ8番で大山選手っていうのはまた打順の流れを考えていくとね、また少し打線としてはどうなのかなっていう感じがしますから、まあ火曜日、水曜日あたりでまた結果が出なければ思い切って外して、まあサードはやっぱり佐藤選手って形になると思うので、まあそういった形にしました。で、やっぱり悪い選手を続ける、ね、状態が良くない選手を続けていくっていうのは、打線の中で得策ではないと。で、ロハス選手を3番に置いたんですけれども、まあここであればね、前後、まあ糸原選手の状態がいいですし、まあマルテ選手は安定していると。なので、この辺でカバーをしていきながら、で、佐藤選手を6番という形にしたんですけれども、まあこの辺は梅野選手、中野選手でカバーと。で、サンズ選手に関しては、やっぱりこう4番でもね、3番でも打てる選手なんですが、まあ4番ね、3番か5番という形になれば、まあ5番の方がいいのかなと。で、ロハス選手を挟むっていう形ですからね。まあ、なので、このような打順を考えてみました。で、その中で、ロハス選手、佐藤選手が繋がっていけばね、大量得点のチャンスっていうのも生まれてきますから、まあ、この辺でもし、ヨーカー選手が一軍に上がるっていう報道があればね、まあ、ライトでヨーカー選手を使ってみて、まあ、その際は打順はちょっと変わると思いますけれども、まあ、こんなメンバーも面白いんじゃないかなと思いましたね。で、やっぱり、ロハス選手に関しては、大爆発してほしいんでね、まあ、スタメンで使っていかなければ、まあ、ちょっとまだまだね、見切れない部分というのはありますから、まあ、スワローズ3連戦できれば、思い切って使ってみたいなというところなんですけれどもね、まあ、そうなればやっぱり、大山選手
選手を下げなければいけない状況、まあ佐藤選手との交代っていうのもあると思いますけれどもね。なのでこの3連戦でいかに佐藤選手と大山選手どっちが状態上がるのが早いかですね。まあそれによってスタメンというのもね大きく変わるかなというのがね僕の予想なんですけれども、よかったらねぜひとも皆さんの予想コメントいただけると嬉しいですが、やっぱりこう打順を組んでいくっていうのは非常に難しいんですよね。状態がいい選手から順に置いていこうというわけにもいきませんから、まあ下位から繋がってこうやって上位で点を取ったりとか、いい選手を続けるとね、まあ5、6、7が例えば打てなくなったりだとか、まあそういった兼ね合いもありますから、タイガースね、やっぱりこうみんないい時期があって、そしてみんなが悪くなっちゃったっていうところが、まあ特にね、コアの選手たち、3、4、5、6あたりの選手たちがね、一気にそういう状態になりましたから、なかなか難しい状況なんですけれども、逆にその選手たちがバンと上がればね、またこう一気に点がバーンと入るっていう流れになると思いますから、今後矢野監督がどんなスタメンを組んでいくのか、この辺も注目して見ていきたいなと思います。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者1万900人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者1万1000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。今のタイガースを見ていると、徐々にサンズ選手であったりは状態上がってきてます。あとは大山選手、佐藤選手、この2人が上がればさらに得点力は増すと思うので、この2人の復調を待ちたいところです。ではまた。